ユキチ、ウォークトゥーザドリーム。この時間はいわき市をホームタウンとする東北社会人サッカーリーグ所属のサッカークラブいわき FC を応援するコーナーだー。はい、ということで今回も始まりましたが、こちらのコーナー今日ちょっとね夕方ぐらいからまた雨が強くなってきちゃって、ついさっきまでね今日はさすがに誰も来れないと思ったらもう皆さんまた集まってくれて本当ありがとうね。ちょっと雨強いからねうまく雨宿りしながら、聞いていただければと思います。ありがとうございます。さあということで今回はちょっとね最近だんだん調子上げてきてるあの人かね。それでは早速お呼びしたいと思います。本日お越しいただきましたのはどの選手だ。背番号16番ディフェンダー高橋大河です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋大河来たー。お願いします。よろしくです。大河選手、はい、ね、最近なんかちょっと今シーズンのあんま試合出てないのかななんて心配しててましたけど。そうですね、心配しましたちょっとこれまでは、ね、これまでは、はい、これからは違うと。そうですね。ねえ、つい、この間終わったばっかり東北社会人サッカーリーグ1部の第5節ホームゲームで、猿田工業との戦い、結果としては5対0でいわき FC 勝利となりましたが、高橋大河選手後半から、はい、この途中から、はい、登場しました。どんな気持ちでピッチに出ましたか。やっぱりゲーム感覚が出てなかったんで、うん、やっぱり出た時には誰よりもやっぱハングリー精神っていうか、もうそういうのを意識しました。なるほどね。いやー、やっぱ出た以上はもうしっかりと、ね、自分の存在アピールをしないといけないということで、はい、なんかね僕もちょうどね自分のアナウンス席の側のサイドでちょうど出てきてくれたからさ、うん、ちょうど目の前でプレーしてて、いや今日タイガーすげえ熱いっていう個人的にも思ってましたね。時間はだって後半20何分ぐらいか、残りね10分ちょっと、その中でも俺にくれ俺にくれみたいな感じで走り回ってたよね。はい、やっぱりそれってのはなんとかその自分の存在をアピールした証拠ですか。そうですね、やっぱり次につなげないと意味がないので、うん、ね、そういう意味で個人としてもしっかりと存在アピールできたというね。でチームとしてはどうでした。チームとしてやっぱ前半からちょっと雰囲気悪いというか、うんうんうん、立ち上がりからそんなになんか選手同士も合わなくて、うん、なんかもうそうだね。そうですね、得点入るまではちょっときつかったかなっていう、うん、なるほどね。まあね、朝方まで雨降っててピッチ思ったよりぬかるんでる感じはあったけど ね、 そうですね、もしかしたらそういうのも影響していたのか、はい、うん、なかなかこううまくねこう 連携がしうまく なってないっていうか、まあ、僕も偉そうだけどさ、いつもの感じが出てなかったっすね。なんかあれ気持ちよく行ってないな、まあ、ただ最初の行ってみればいいね。はい、そうです、急に緩急つけてね、急に速い攻撃に転じて、あの流れで日高選手のズドーン、あれ気持ちいいなと思いました。はい、だそこでちょっと緊張取れたんでしょうか。そうですね、チームとしてもね、でちょっとずつチームらしさが出てきて、はい、で終わってみれば5対で、そして、高橋大河選手も、久永選手も出たしね。この日サブで登録された選手は、ティモシー選手以外はみんな出た。出ました最終的にはね。はい、やっぱりこうやってね選手たちが途中交代で出る選手ってやっぱより気持ちは高くなるよね。はい、やっぱり途中交代の選手がパワーを持っていかないといけないんで、ね、いや最近はだから本当ね、今までちょっとね皆さんも馴染みになった選手たちがだんだんこう控えに回り始めて心配な部分もあるね。だからそれだけチーム内競争も激しくなっている証拠ですよ、逆に言えばね。はい、だからそれはチームとしてはいいことだと思う。だけどなんとなく心がちょっと不安だな、大丈夫かな、あの選手大丈夫かななんてね、その中の一人ですから大河選手もね。僕も個人的には今年3年目大河選手大丈夫かなと心配してた時です。ねということで、まあ、同じように、サポーターの皆さん、そしてリスナーの皆さんも思ってたと思います。メッセージの来てますんで、はい、こちらの方をご紹介させてください。でまずは、ラジオネーム、鉄血 FC さん。ナシマさん、番組お疲れ様です。そして、こんばんは、タイガ選手。こんばんは。
鉄血でございます。先日の鏡石でのプリメイロ戦、久しぶりにフィールドを駆け回る、タイガ選手、しかもすごく楽しんでる姿を見ることができて嬉しかったです。今後は今後もか、怪我と体調には気をつけて頑張ってください。ちなみにロート製薬さんの香り検証ってどうですか。まだ一試合だけですけど何か変化ありましたかという、今後は結果が求められてくると思いますが焦ることなく頑張ってくださいというメッセージ、こちら鉄血 FC さんからいただきました。ありがとうございます。そうか、もうその前のアウェー戦のプリメイロ戦でも出てたってこと。そうですね、そのプリメイロ戦が本当に、うん、久しぶりの試合で。なるほど、はい、じゃあそこでいいアピールできたってことか。そうですね、なんか、うん、ファンの方からは、うん、なんかすごい笑ってたって言われるんですけど、うんうん、自分でそういう意識なくて。楽しそうって書いてあるよ、はい、自分でそういう意識ないんですけど。そう自分では意識ないけど、やっぱり久しぶりに出て自分もワクワクしてたんでしょうね。多分そうですね、ね、それは皆さんも普段からね応援されてれば分かるよね。もうタイガ嬉しそうってね。じゃあそれでやっぱりそこでしっかりアピールできたことで、はい、今回このメンバー入りして、そして後半でまた出て、また今回もいいアピール僕できたと思いますよ、はい、そして、ロボット製薬さんの香りの検証、ちょっと新たな試み始まりましたね。はい、始まりました。ボタン押すとシューって匂いで入れるね。あれ実際やりました。やりました。どうでした。うん、匂い的には結構ハーブみたいな香りがして、うんうんうん、もう好きな選手と嫌いな選手が多分分かれるかなって感じです。あ、好みがありそう。はい、うん、でその匂いを嗅ぐことでタイガ選手的にはどう感じた。結構リラックスできたっていうか、うん、意外となんかそういう気になんなかったっていうか。あ、そう、はい、だからなんかその要は香りで、こう気持ち的にリラックス効果はもしかしてこれあるかもなっていう感じをした。そうですね、まだ1試合なんで分かんないですけど、うんうん、なのでね、まあ、これからだから試合のたびにちょっと試していって、はい、何かしら検証していこうというちょっとしたねプロジェクトが立ち上がってます。まあタイガー選手的にはいい香りしたということ。そうですね、はい、続きましてラジオネーム今日の夕飯何にしようさん、田島さん、高橋選手こんばんは。こんばんは。最近は忙しくてあまりラジオを聞くことができなかったのですが、今日のゲストは高橋選手ということで絶対聞けるように学校頑張ってきました。学生さんか。少し前のことになりますが、FC プリメイロとの試合で高橋選手が出場されたということで、遠くにいるため直接応援しに行くことはできませんでしたが、SNS を見て高橋選手が出場されたことを知り、思わず声が出てしまったほど嬉しかったです。今すぐ現地に行って高橋選手のプレーを見たいと思いました。ちゃんと歌いたかった。さて、昨日はオフということで各選手がオフを満喫している様子を SNS で見かけました。高橋選手はオフの日は何をされていたんですか。なかなか直接応援しに行くことはできませんが遠くから応援していますというラジオネーム今日の夕飯何にしようさん。これ高橋大河選手が今日番組に出るということで、これ聞かないわけにいかない。学校頑張って早く終わらせた、メッセージまで送ってくれた。これはもうタイガ選手が何を言うかで、もうこの今日の夕飯何にしようさんはご飯抜きになっちゃうかもしれない。もうそれぐらい大事な存在がある。ありがとうございます。高橋さんに、高橋先輩にメロメロでございます。ね、どうすか高橋さん。はい、これやっぱりね直接応援行けなかったけどと、まあ、みんなの話聞いてたらね、高橋さんも今回嬉しかった、言ってたんだっておっしゃってます。ありがとうございます。そして何よりも、オフ何を過ごしてたのかという。昨日ですか。そうですよ。昨日は別に特に何もしないですけど、うん、家で映画見たりですかね。あ、そう。あ、家にいるときは何系の映画を見るんでしょうかね。高橋さんは結構アクション系とかそういうのが多いですね。あ、そう。昨日何見たの。昨日はドラマっすけど。昨日ドラマみたいな。はい。あ、そう。海外ドラマとか。海外ドラマですね。ああ、そういうの見んのね。はい。アクション系が好きなのね。はい。SF とかそっち系。 SF 系ね。はい。特にタイトル上げるとどの辺が好きだったりするの。どの辺ですかね。結構ハリーポッター好きなんで。ああ、シリーズだと大変だよ、うん、これ、はい、ずっと追っかけていない ね。もう何周もしてます ね。さらにファンタスティックビーストも行かなきゃいけなくなる。はい、もう見ました。もう見ました。
2回ぐらい見ちゃった。見ちゃったね、はい、どうしても続編とかそのシリーズ系はね見ないといけなくなっちゃったね。そうですね。そうですか。あ、他にはあとはマーブル系ですかね。あー、じゃあもうアベンジャーズが、ね、アベンジャーズも入りましたし、あの系も大変じゃない、はい、いろんな選手たちの、ね、はい、別ストーリーあるからね、全部見ないと分かんないですよね。あ、そういうの好きなのね。そうです、つながってるのが好きなんですよ。あ、そう、一回きりじゃないのね。はい、でもつながって、ストーリーがつながってるやつが好き。はい、よし、じゃあこれも今日の晩飯何にしようさんもこうやってね、もうマーブル系だったりやっぱヒーローもアクションもの、はい、ね、ぜひ見ていただいて、一緒にあのハリーポッターの魔法とか掛け合ったりしましょうという。はい、ぜひ。急になって呪文唱えられたらテンション上がるよね。そうですね。やっぱりなんか知ってる人と話すとやっぱ面白いですね。そうだよね、はい、知らない人にはハーだけど、知ってる人はさ、急に呪文の名前言われたらさ知ってるね。そうですね。知ってるなっつってあるよね。はい、わかりました、ありがとうございます。ということで今日の、晩飯さんね、今日はハンバーグにするのかな、うん、ね、勝手に消えちゃいましたということで、高橋選手、はい、まあなんだかんだ言っても、まああれだよね、リーグ戦まだまだ続きますよ、毎週のように。はい、そうですね。ね、だからまあ高橋大河選手としてはだんだん調子はようやく上がってきた。はい、今シーズンは怪我とかで休んでたとかではない。ではないですね。ああ、じゃあ単純にコンディション不足っていう、コンディションか。はい、ね、そういう意味でようやくちょっとアピールできるような感じになってきました。はい、毎週のようにリーグ戦は続いております。次節は今度の、まあ、日曜日ね、アウェイになりますけど、富士クラブ、イチローさんの母校ですよ。そして翌週30日には再びホームゲーム、日本製鉄釜石の戦いがあります。はい、まあ、近いところで言えばトレーニングゲーム、もう今日のゲストもそうだったけど、中央大学のサッカー、今度の土曜日ですよ。これもこれで楽しみじゃない。そうですね、トレーニングゲームとはいえ普通に強いですね。普通に強いよね。はい、J リーガー5人出してっからね、今シーズン普通に強いよね。普通に強いです。普通にね、すごいもんね。はい、ね、あのちょっと楽しみだよね。楽しみですね。ね、はい、逆に言えば今回のまたメンバーたちもさ、だって当たり前のようにみんなどこか出身でも、まあタイガさんもまあ少子出身ですけどね。後輩たちも活躍してやっぱ嬉しいじゃん。はい、ね、嬉しいです。嬉しいよね。だからそういうことで皆さんそれぞれのもういろんな名門、こう名門ユースから、来た方々が集まってる中央大学の今はもう元気な子たちがいわき FC フィールドでトレーニングマッチを行います。まあタイガ選手はそこに出るのか、またはその翌日のリーグ戦出るか、はい、何かしらは出場、そうですね、ね、はい、するだろうね、はい、これはね、と私も思っております。ということで、最後にですね、まあ今日もこんな雨の中ね、たくさんのサポーターの方々お越しくださってますよ。ありがとうございます。力強いメッセージを最後にお願いしてもよろしいでしょうか。はい、まずは今週末土曜日、中央大学戦から入り、日曜日にはアウェーでの富士大学との試合があります。現地で、ぜひ現地で応援してください。頑張ります。ありがとうございます。いわき FC ウォークトゥーザドリーム、この時間は背番号16番ディフェンダー高橋大河選手にお話を伺いました。大河選手ありがとうございました。ありがとうございました。バババババー、 DJ ナシマンのスポーツバンバン。はい、ということで、あっという間にエンディングの時間となりました。いやね、いや先ほどのウォークトゥーザドリームね、もう高橋大河選手はもうお帰りになったけど、なんかやっぱ見るたびに体つきは良くなってるよね。うん、去年までちょっとね、なんかいじられキャラ感あったけど、やっぱ今年やっぱ3年目っていうことでちょっとお兄さんになったね。うん、大河さんもう今シーズンは多分モノマネはもうね封印してるはずだから、逆に新しい面白いやつを探して後輩を多分育てていくんだと思うよね。まあいないから言うけどね、やっぱタイガーいいよね。彼のあのプレーじゃない、すごいこうがむしゃら感が、この間の試合は個人的にもすごい感じました。やっぱそうやってあの控えに回ってしまった選手たちも、やっぱ自分の
限られた出場の中でどういうアピールができるか、やっぱその中でもちろん勝負の世界ですから、チームを勝利に導くためにそれぞれ選手が一生懸命頑張ってるのは分かるけれど、その中でどうやってお客さんの楽しませることができるか、まあそういったところも楽しみにしていきたいなと思っております。そして、本日その前にお越しくださいました中央大学のいわき博文会の中村理事がねお越しいただきましたけど、いや本当に中央大学サッカー部強いんだぜってことで、今度の土曜日は楽しみですけど、そうなのよ、いわき FC の田村監督って中央大学出身だったんだよね。えだから誰か中央大出身いたよなってずっと思ってたの、田村監督です。そうだから、これはこれでまたちょっと面白いね、どういう対決になるのかね。えまあ、監督としても当然もう負けなきゃいけないですね。だけど中央大学も今もうやっぱりね、自分たちの目指してる先もまたすごいところ見てんだろうからな、いわき FC がなんだという気持ちで来てくれると思いますんで、すごい戦いになると思います。さあそれではここで、ラジオネームマントロさん。